ジョージ・ロバート・フーシェは、南アフリカ共和国のプレトリア出身のレーシングドライバー。南アフリカの国際ドライバーの先駆けとなったことで知られている。16歳でレースを始め、世界耐久選手権やルマン24時間レースや、デートナ24時間レースなどで活躍した。また、全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権では、 1985年から1991年まで参戦し、活躍した。ルマン24時間レースには、1984年から1997年まで14回連続で参戦した。2005年までレース活動をしていたが、2005年で現役を引退している。ファーストフーシェと呼ばれ、元南アフリカ人及び、国際モータースポーツのレースカードライバーであり、 南アフリカのフォーミュラ1パワーボートのパイロット。ジョージは父親のレンガ工場で育ち、6歳までにブルドーザーを運転することができた。モータースポーツへの情熱は8歳の時にレースでゴーカートを運転し始めた時に始まり、これは16歳で車をレースできるまで続いた。16歳の時、彼は南アフリカのモータースポーツから彼の最初の競技免許を取得し、 公道での運転を許可されていない間に、モータースポーツで競い始めた。ジョージの左目には、非常に大きな傷があり、モータースポーツ事故の結果だと信じているが実際、彼は8歳の誕生日に傷を負いトラクターを、運転する人を教えながら、トラクターが誤ってけいし、ジョージが転倒し、タイヤが頭の側面を乗り越えて、頭の周りの半分に大規模なカットを引き起こした。 彼は日本と南アフリカを頻繁に旅行したため、1987年11月28日に台湾から南アフリカに向かう途中で、モーリシャスで落ちた不運な南アフリカ航空295便、ヘルダーバーグで実際に予約していたが、彼の日本から台湾への接続便は台風のためキャンセルしていた。2007年4月2日、彼は水塩と誤信された。 先行性海洋に苦しんだ。彼は南アフリカのプレトリアにあるモンタナ病院で63日間集中治療を受け、2007年6月6日に退院。1983年に17歳でキャラミ世界スポーツカー選手権 1000km でレースをしました。共同ドライバーのフランツ・コンラッドとキース、クローゼ・マイジャーとのクレーマーレーシングポルシェシー稽古で、 走りましたが、プッシュスタートには失格となる。1989年の富士ロングディスタンスシリーズ第3戦でレース中に、ジョージはクラッシュしたばかりのオスカーラ・ラウリの燃えている車に出くわしました。オスカーはまだ車の中にいたが、マーシャルが火災に対処する準備ができていなかったことに気づき、ジョージは車を止めて、オスカーを救い出した。ジョージは、 最終的にレースで2位に終わりました。ジョージは表彰台にいる間、日本自動車連盟から即興のヒーロー賞を受賞。1992年10月の富士 1000km レースの予選では、彼の車のタイヤの一つが破裂し、時速 280km でコンクリートの壁に真正面から向かいました。ジョージの足は押し潰され、彼は 松葉杖に7ヶ月を費やした。1993年、ジョージは、イギリスのシルバーストーンサーキットで、サソールジョーダングランプリフォーミュラワンカーを試乗した。彼は1993年の第2ラウンドに、出場しと一緒に、マイアミのインッサシリーズウェインテイラーイントレピット、RM1 絞れ GTP インチ彼らは5位に、終わった。彼はまた、 1994年に出場デートな24時間レースと並んでにロータスエスプリ S300 を駆動する仲間の南アフリカ人ヒルトン・カウト・ステファン・ワトソン・ジトゥーのクラス354ラップで車はエンジンの故障に見舞われたジョージは1983年に南アフリカのフォーミュラアトランティックチャンピオンシップに出場し1984年に ヨーロッパで開催された世界スポーツカーチャンピオンシップで国際的なキャリアを始めた。彼は現在感染と出身を管理するための抗戦療法機器を製造および販売しているダーモランプサウスアフリカを所有。ありがとうございます。